次に三木圭君。ありがとうございます、委員長。三木君。はい、私は平沼武夫代表代行が立ち上がり日本を決闘したときに入党いたしまして、参議院選挙に出馬をして、落選して2年半浪人生活をしておりました。その後日本維新の会、太陽の党と日本の維新の会が合流いたしまして、今日本維新の会の議員としてここに立たせていただいております。それまでは兵庫県の三田市というところで市議会議員を務めておりました。新人ではございますけれども、地方議員出身者としての視点とですね、また2人の子どもを子育てしてまいりましたので、母親としての視点から、この道徳教育の問題について、質問をさせていただきたいと思います。下村大臣はさまざまな場面で日本の保守を代表する日本の伝統と文化をこよなく愛する政治家であると、そのように認識させていただいております。このような場で質問させていただくことを大変光栄に思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まずはじめに、いじめの問題の本質的な解決に向けて、心と体の調和の取れた人間の育成に取り組む観点から、道徳教育の抜本的な充実を図るとともに、新たな枠組みにより強化化されたいということが、教育再生実行会議の方から提言をされまして、それを下村大臣の方でお受けになって、この度道徳の懇談会、懇話会も設置されるということで、道徳の強化化に向けて邁進されているということで、非常に私としては喜ばしい限りのことであると思っております。その中でですね、今日本の教育現場の中で道徳の時間というものがどういう時間に充てられているか、そういった実態も大臣の方はよく把握して、この道徳の強化化というものを実行しなければならないと思いになって、この道徳の強化化進められることであると私は思っております。その中で私の子どもが通う小学校で、小学校の校長先生がいじめに対して子どもたちに話を したことがございました。それを保護者として聞いていたことがあったんですけれども、まず子どもたちに3つの勇気を持ちなさいというお話を校長先生がされました。1つ目は、いじめを見たらそれを止める勇気で、その勇気がなければそのいじめに加わらない勇気、その2つ目の勇気もなければ3つ目の勇気というのは、お家に帰って保護者に相談する、もしくは学校の先生に相談する、そういった勇気を持ちなさいという、そういったお話だったんですね。で、私はこの話を聞いていて、非常に大丈夫かなと、日本の道徳観念というか、規律というか、そういったものが大丈夫かなということが心配になったわけでございます。道徳の価値観というものは、人によってそれぞれ違うものだとは思いますけれども、普遍的に世界の中でこれはやっぱり守っていかなければいけないという価値観であるとか規範性であるとかっていうのはやっぱりあると思うんですね。で、この道徳の強化化に関して、子どもたちにこのいじめの問題とリンクをさせて、道徳の強化化ということが提言されているわけですが、大臣はどこまで踏み込んで子どもたちに道徳の価値観というものを教えようと思っていらっしゃるのか、その、判断というか決意というか、そういったものをお聞かせいただきたいと思います。下村文部科学大臣。同じ価値観と危機意識を持っておられるのではないかと思って、お質問をお聞きしました。ありがとうございます。道徳の強化化は教育再生実行会議の第一義提言の中で出されているものでございます。これは今委員がご指摘になりましたが、いじめ問題で、いじめについては加害者にも被害者にもまた傍観者にもならないと、そのために今やるべきことを、目の前で子どもがいじめで
悩んだり苦しんだり、あるいは自殺をしようと思っている子もたくさんいるかもしれない、その子どもを一日も早く救うということが必要でありますし、そのためのあらゆる手立てをしていこうと、国会においては今後いじめ対策防止基本法と議員立法でぜひ出していただければと思っておりますし、文部科学省も全力でご支援申し上げたいと思っております。その上で、このいじめに関連してですね、道徳教育の強化化というのが、教育再生実行会議で提言をされまして、これを受けて文部科学省の方では道徳教育の充実に関する懇談会、これを立ち上げることにいたしました。このいじめ問題の根本的な解決のためには、子ども一人一人に規範意識や自己肯定感、社会性、思いやりの心など豊かな人間性を育むことが重要であり、そのために道徳教育の充実はさらに必要であるというふうに思います。で、道徳教育を進めるにあたっては家庭や地域との連携のもと、さまざまな体験活動等も含め、学校教育全体を通じて児童生徒が自ら道徳性を育み、よりよく生きようとする力を育てることが必要であり、その際特に基本的な生活習慣や規範意識を身につけ、人間としてしてはならないことをしないように、人間としてしてはならないことをしないようにすることなどの留意点が必要であるというふうに思います。委員がご指摘のようにですね、特定の国家の価値観を押し付けるということではなくて、これは国境を越えて、そして歴史を越えてですね、人が人として生きるための規範意識というのがやはりあるというふうに思います。そういう社会の中でよりよくお互いに生きていくための、そういう規範意識をきちっと道徳教育の中で育成する、そのためにまず文部科学省では心のノート、これを全小中学生配布することを先の補正予算で国会で決めていただきました。今年の7月に配布されることになるかと思いますが、これと地域それぞれの自治体で副教材等を作っていただいているところもあります。こういう地域の特色ある道徳教育の取り組みなどを支援し、そしてこれからこの道徳教育の充実を図る懇談会で、心のノートの全面改訂を含めて、よりよく子どもたちに人が人として生きる道、こういうものを道徳教育の中で教えていくことが、さらに必要であるというふうに考えております。三木圭君。はい、大臣ありがとうございます。後々までの質問のご答弁まで今全部まとめていただいたようなご答弁だったわけですけれども、私の道徳に対する規範性に対する考え方を少しお話しさせていただきたいと思います。道徳というもの、それから人権教育というもの、これは一つ対極にあるものだと私は実は思っております。それどちらもバランスよく教えなければならないと思うんですけれども、道徳教育というものはある意味規範性を大切にする、また公の精神を大切にする、公のために尽くしていく、そういった精神であると私は思っております。ある意味自分のことを少し我慢をしても人のために尽くしていく、他がためにすることが自分の喜びになって、自分の確立、自分がここにいるんだ、いてもいいんだという意識につながっていく、そういった大切なものであると私は思っております。また逆に人権の方は、人権教育も これは大切な教育だとは思うんですけれども、自分の権利を守っていく、自分がこういうことをされたら嫌だとか、自分がこういうことをしてもらう権利がある、そういった教育であると私は思っております。その中で今道徳の時間が強化化されていないことによって、その内容がですね、道徳に偏っているのか人権に偏っているのか、それを精査する方法が今まで私たちの手になかったことが一番の問題であるというふうに私の方では考えておりますし、おそらく大臣もそのようにお考えなのではないかなと。道徳の時間が強化化されていないことによって、道徳の時間に何を教えているのかがはっきりわからない、そういったことが問題なんじゃないかなというふうに認識をしているんですけれども、大臣はですね、この道徳の時間というものと人権教育というもののバランスについてどのようにお考えでしょうか。
下村文部科学大臣。ご指摘のようにですね、道徳教育と人権教育が、必ずしも相対立するものではないというふうに思います。人権教育を行うことによってですね、いじめを防御するということもつながる部分もあると思いますから、人権教育についてどういう切り口でどんなふうに教えるのかというような、その切り口の問題もあるというふうに思いますが、基本的人権の尊重というのは、これは憲法でも保障されていることでありますし、それは我が国でも大変に大切にしていかなければならないことであるというふうに思いますし、それと道徳というのは必ずしも対決する概念ということではなくてですね、それぞれ組み合わせる中で一人一人の自尊意識と、そして一人一人を大切にしながらお互いに思いやりを持って、そして高め合うと、そういう視点からですね、整合性がある教育を行うべきであるというふうに思います。三木圭君。バランスよく人権教育と道徳教育というものは行われなければならないんだというご答弁だったと思います。確かに私も道徳教育の中に、道徳の時間というものの中に人権教育も入れて、自尊感情を大切にしたりとかですね、女性の場合だったら、女の子の場合だったら、されたら嫌なことというのははっきり拒否をしましょうであるとか、性差の問題とか、そういった問題もある程度は教えていかなければいけないと思っております。ただ今の学校現場の現状の中で、そういった人権教育と道徳教育のバランスが崩れているがゆえに、今のいじめ問題であるがあるとか、日本の中でいろいろな精神的なものが原因となっている問題というのが多発してきていると、そのように思っているからこそ、今後道徳というのは強化化されることが必要であると、そのように教育再生実行会議でも提言されているのではないかと、大臣もそのようにお考えなのではないかと思うのですが、その点の認識についてもう一度お答えいただけますでしょうか。下村文部科学大臣。道徳はですね、自民党政権の時には心のノートという冊子が用意されてました。民主党政権になってですね、これがダウンロードして教員が使うようにということですね、配れなくなったんですね。で、結果的にそのことによって道徳で何を教えてらいいかということについては、教師の判断に任せられる部分が多々ありましたから、そのことによって今委員が危惧されるようなことも教えている学校現場があったんであろうということの中で質問されているのかなというふうにお聞きしました。我々としては政権奪還をしてですね、24年度の補正予算でこの心のノートを復活をし、すべての小中学生に配布することにいたしましたが、印刷等で実際配布されるのは今年の7月からということになります。ただその心のノートだけでもですね、十二分な教材ではないと思っておりますので、来年4月からは全面改定をする中で、例えばこれについては実際道徳の充実を考える懇談会で議論をしていただくことになってはいますけれども、全面改定の一つとしてですね、例えばその偉人というのはですね、歴史を超えて、あるいは国境を超えてですね、人が人として生きる道すべとして参考になる、最初から成功している人生ではなくてですね、いろんな苦難の中でそれを乗り越えて物事を成し遂げたと、だからこそ偉人と言われるんでしょうし、これは特定の国家の価値観をそこに押し付けるということではなくてですね、例えばそういうエピソードをいろいろと入れることによって、子どもたちに生きる勇気なり、自分も頑張ろうという気持ちなりをですね、提供するという意味で、道徳の強化化という中でですね、いかに子どもたちにより良い教材等をどう配布するかということについて、今後懇談会で議論していただきながら、学校現場ですね、より有効な道徳の時間が活用できるようなバックアップをしてまいりたいと思います。三木圭君。心のノートというのは、私も何度も子どものところにあるのを読ませていただいて、大変素晴らしい教材であるとは思います。ただそれが本当に授業で使われているかどうかというのは確かめようがなくって、
実際にその私は子育てをしてきて子どもがどんな教材を持って帰ってきたかというのを全部知っているので、まあ実際には道徳の時間というのは心のノートというのは使われてないんだなというのは実感として私の地域ではそういうことであったということで持っております。で今回教科化されることによって心のノート、まあ、道徳の教科書というものを作るという、ことのお考えについては大臣の方はどのようにお考えなんでしょうか。下村文部科学大臣。道徳の教科化というのもですね、結構誤解がありましてね、教科というのはその評価をするものだと、道徳でその評価をするというのはいかがなものかと、学校で通信簿があって1と5がですね 7% あると、で道徳によって本当にですね1とか5を 7% つけるということはいかがなものかという議論があります。これはその通りだというふうに思いますし、なかなかそれぞれの道徳の先生が専門でまたいるわけではありませんから、まあ、そのようにその絶対評価なりですね、まあ、相対評価も含めてですけども、そういうこととして馴染む教科とは私も思わない部分がございます。ですから他の教科と同じようにですね、そういう評価をするということについて必ずしも同じように考える必要はないというふうに思いますし、それから教科科としてですね、専門の先生がいるかどうか、それから今委員ご指摘のようにその教科書があるかどうかと、まあ、これも教科科の基準なんですね。で専門の先生については今後どうするかということについてはその懇談会で議論をしてもらうにしても、免許を持っているわけではありませんから、本当に要請するとしたら相当先の話になるわけで、しかし今現実問題として免許が持ってあろうがなかろうがですね、やっぱ学校現場で教えるってことは必要ですから、専門の先生、免許を持つ先生を持つ、その導入するかどうかは今後の議論、それから教科化についてはですね、これもそのどういう形で教科書として位置づけるかについては今後の議論になってまいりますが、ただ先ほど申し上げましたように来年4月からですね、とりあえず心のノートというのはすでに配布されますから、それを全面改訂する中でですね、より望ましい教材としてまずは学校現場に提供する中で、その教科書としてどうあるべきかということについては議論を、まあ、国民的な議論も含めてですね、していただきながら最終的に決定をしていきたいと思っています。三木圭君。はい、すいません、非常に丁寧にお答えいただいたんですけれども、私が聞きたいのはですね、教科化されているものに関しては教科書がございます、今のこの現時点で。ですので教科は教科書を使わなければならないという取り決めが、まあ、法律があるわけでございます。ただ今後教科化される教科については教科書を作成しなければならないという法令はないわけです。なのでこの道徳の教科化について道徳で教科書を作られるのかどうかということを大臣にお伺いしたいわけです。なぜかと言いますと、先ほど私がルル述べておりますことは、道徳の教科書をまずきっちりと作って、全国で一律その道徳の教科書を使って子どもたちに道徳の規範意識というものを一律に教えることが必要であると、今日本はそういった状態まで来てしまっているんだということを非常に危険な意識として危機感を持って私は持っておりますので、その中で評価云々のご話もございました。ただし私はその道徳の内容そのものが評価されるものではないと思います。子どもの心の問題ですので。ただ学校の中でどのように道徳を教えていて、例えばそれが本当にきっちりと教科書を使った内容になっているのかどうかを確認するための評価というのはあり得ると思うんですね。例えば感想文を書かせるとか、その子どもの道徳の授業の態度を見てどう思うかとか、学校の先生の主観によるところになるかもしれませんが、評価をすることもできると思うんです。だから道徳を教科化するにあたって私は必ず検定教科書を作っていただきたい、そのように思ってこの質問をしているんですけれども、大臣はその点についてはどのようにお考えでしょうか。下村文部科学大臣。まあ、おっしゃっている検定教科書というのが最初のお話では国定教科書的なイメージでちょっと取れるんですけどね、まあ、今は検定教科書はですね、それぞれ民間教科書会社が参入して、その中でより、まあ、検定合格した教科書をそれぞれの教育委員会が採択するという形を取っております。まあ、この中でですね、
他の教科と同じようにですね、まあ、そういう採択教科書をすると、検定教科書としてですね、いう考え方もあれば、もともとその道徳についてはですね、国定教科書みたいな形でですね、もう国がきちんと決めるというような議論もあります。また実際その検定教科書の場合ですね、相当このストライクゾーンというのが、教科書検定のストライクゾーン広いですから、果たして今委員がおっしゃったような教科書がどの程度できるのかどうかという問題点もあります。すでに地方自治体でもですね、副教材として相当いいですね、レベルの高い道徳としてふさわしい教科書を使っている自治体も結構あるんですね。まあ、そのことも含めてですね、子どもたちにとって実体的にどんな教材が望ましいかと、まあ、いうことについては、これは懇談会の中で議論していただきながら、まあ、最終的にまた国民的議論も含めて決定をしていきたいと思います。三木圭君。大臣、ありがとうございます。では道徳に関しては国定の教科書というものも視野に入れているということでよろしいんでしょうか。下村文部科学大臣。いや、視野に入れているということじゃなくて、そういうふうな国定教科書の国もありますから、そういうことを主張している方々もおられます。まあ、国定教科書、検定教科書、あるいはそもそもそういう形の教科書は作らないと、副読本のような形で、教材として用意するという考え方もいろいろある中で、まあ、今後懇談会の中でどういう教科書教材が望ましいか議論していく中で決定をしていきたいということでございます。三木圭君。はい、わかりました。ではすいません、もう一度しつこいようですけど、大臣の試験はいかが。大臣に試験はなければ、大臣のお考えは、その教科書についてのお考えはいかが。下村文部科学大臣。まあ、これ予算委員会ですので試験はございません。文部科学大臣という立場で言えばですね、道徳において子どもたちがよりそのことによって、その時間によってですね、子どもたちの自尊意識と、そしてルールや社会のマナー規範意識含めてですね、学ぶ場として知徳体の、特に徳の部分がですね、醸成されるような空間時間をぜひ作っていきたいと思います。三木圭君。はい、ありがとうございます。時間も迫っておりまいりましたので、最後大臣に一つ要望を私の方からお願いをして、私の質問を閉じさせていただきたいと思います。私は常々日本の中で一番人権が侵害されているのは北朝鮮に拉致された被害者の方々であるというふうに思っております。で、またその、北朝鮮に拉致されていまだ帰ることができない方々、まあ、例えば13歳の時に北朝鮮に拉致をされた横田めぐみさんであるとか、有本恵子さんであるとか、さまざまな方々がいまだにその日本に帰ることができません。そして政府は法律で日本の国民にですね、拉致の問題を広く啓発して、日本国民の世論を形成していく義務があるというふうに法令で定められていると思うんですけれども、この道徳教育の中に、まあ、人権教育というものも入ってくるのであれば、このアニメの恵みという非常に良いビデオがあると思うんですね。で、やっぱり北朝鮮に拉致されていった人が、まあ、自分と同じような中学生の女の子が無理に袋に詰められて船の底に入れられて、お母さんお父さんとも会えずに、そういう非常につらい経験をして、今大人になっているけどまだ帰ってきていらっしゃらないんだというようなことをですね、学校教育の中でもぜひ教えていただきたいんですね。で、やっぱりそうやってもう横田さんご夫妻もご高齢になってこられております。一番心配されているのは、日本の中でこういった世論が風化されていくんじゃないか、自分の子どもたちが忘れられていくんじゃないか、そういったことも非常にご心配されていると思うんですね。ただ学校現場の中では、学校にこのアニメ恵みをお配りはしていると思うんですけれども、全然活用されている実態がないので、やっぱり子どもたちっていうのは、この今の現実っていうのを学校で教えられることがほとんどないんです。やっぱり私はこの道徳の時間や総合の学習の時間の中で、まあ、今は道徳の強化化ということで人権教育という問題を取り扱っておりますので、その中でぜひ
この問題をですね、日本の子どもたちに教えて、拉致被害者の方々、そして家族の方々に心を寄せていくような教育も実現させていっていただきたいと、そのように要望をいたしまして、はい、答弁いただけますか。ありがとうございます。はい。下村文部科学大臣。はい、時間もオーバーしてるでしょうから短く。これはですね、1月に改めて、教育委員会を通じてですね、ぜひ徹底的にこのアニメの恵みについては学校で使っていただきたいということを通知いたしました。しっかり対応いたします。三木圭君。はい、大臣ありがとうございます。ぜひ道徳の推進、日本の子どもたちの未来のために、素晴らしい子どもたちがこのまま日本で育っていってくれることを希望いたしまして、私も日本維新の会として頑張ってまいります。どうぞ大臣もこれから私もいろいろ質問させていただくと思いますけれども、よろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて三木君の質疑は終了いたしました。